ニューヨーク株式市場は29日、今年、後の取引を終え、ダウ平均株価はやと、や企業業績の改善を背景にこの1年間で、$00近く値上がりし、過去最大の、のぼ幅となりました。29日のニュー、お、株式市場は当面の利益を確定させる、目、売り注文が出て、ダウ平均株価は前、よ、$118.29安い24,079.22で取引を終えまし、去年の年末と比べるとダウ平均株は高、1年間で$4,956上昇し、上、幅は、差最大でした。これを率で見ると、5% で、2013年、9となる伸び率で、ニューヨーク株式市は年初から、ランプ大統領が掲げた法人、率の引き化など税制改革への期待が高まり、上昇を受けてきました。ダウ平均株価は、今年、月に初めて2万ドルを突破した後、ゆるロシア疑惑など政権運営へのけ、から一時落ち込む場面もありましたが、ようや企業業績の改善を背景に最高値のさらを繰り返してきました。来年の見通しについて市場関係者は、アメリカだけ、なく世界で同時に、景気が拡大したことも、好につながった。企業の業績は底堅く、区の専門家は上昇傾向は、来年も続くと見、いる。ただ株価が企業の業績改善を上回